住吉橋は、広島県広島市の旧大田川に架かる道路橋。高老瀬橋の国内初施工事例。橋名の由来は、東詰上流側にある、住吉神社から。塗装に、朱色が採用されているのは神社をイメージしたもの。上流側に、国道2号の新住吉橋、下流側に船入り橋がある。東へ道沿いに行くと、明治橋から高野橋へと続く。 西には昔、観音橋があったが撤去されたため、天馬川で突き当たりになる。もともとは、国道2号筋に架かる橋であった。橋のたもとには、地元住人により、常夜灯をモチーフに作られた、住吉京記念島がある。アクアネット広島が運行する、河川遊覧船、広島世界遺産航路はこの橋の下を通る。1955年頃、 反省時代、防衛あるいは、防犯のため城下には佳強規制が敷かれており、この川にはかなり上流にある、西国街道筋に本川橋がかかるのみであった。明治時代になって、規制は解かれ1910年、不便に思っていた元川を挟む、領事元住民により、目標がかけられた。それを記念にたもとに記念塔を混流した。ただ、 水害により何度も落橋してしまったため、1926年に、鉄筋コンクリート桁橋に架け替えられた。1945年7月頃、住吉橋西詰から、観音京都詰めまで建物疎開され道路が広げられた。同年8月6日、原爆被災。爆心地から 1.39km に位置した。桁が少しだけずれて降乱が南北に分かれて、 川へ落ちたが落橋には免れた。記念塔も同様に倒壊を免れている。東詰田本には臨時の救護所が設けられ、多くの重傷者が一時運び込まれ、ここの船着き場から宇品や二之島に運ばれた。数日後、本川を流れる、多数の死体がこの橋田元で引き上げられ、うず高く積み重ねられた状態で焼かれていった。 同年9月枕崎台風の後に上陸した、同年10月のアクネ台風による水害により、落橋してしまった。ちなみにこの2つの台風により、本川が相次いで増水、上流側にかかる本川橋及び新大橋も落橋している。その後すぐに仮設目標がかけられた。戦後、 国道2号筋の橋として1951年鉄筋コンクリート桁橋に再架橋したものの、同年10月大型台風のルース台風の被害に、愛、新橋と仮設木橋ともに流出した。完成後すぐ落橋したため調査が行われ、長距間の橋とすることが決定、国内の専門業者から設計を募った。そこで、1954年に、 現在の高アーチ橋に架け替えられた。これは日本で初めて竣工した高楼瀬橋でもある。1965年に上流側に新住吉橋が竣工国道2号がそちらへ移り交通量が減ったが、地元住人の生活道路として利用されている。高潮対策事業により一時記念塔が撤去されたが1996年に元の位置に戻されている。 1930年頃の広島市へ地図。1945年原爆10日前の市、中央部上空写真。同心園の中心が、爆心地。現在地付近に住吉橋があったことが確認できる。ありがとうございます。